ヨーロッパの瞬発式ひなわ銃、点火装置瞬発式ひなわ銃は、ひなわ銃の点火方式の一つで、日本のひなわ銃はこれに分類される。引き金を引くことによって、ロック機構が解除され、バネの反発力で瞬時に、火ざらの火薬にひなわを叩きつけて撃発でき、現代の銃器のように引き金を引いた時と撃発時のタイムラグが少ないため狙撃に向いている。これに対し、ヨーロッパや、 西アジアのイスラム諸国、中国に多い方式は、開発式ひなわ銃と呼ばれる。これは逆にバネの力でひなわを装着したひばさみを、常に上がった状態に戻す、反発力がかかっており、引き金を引くと引いた速度に連動してゆっくりと、ひばさみがひざらに降り、ひなわの火が、ひざらの火薬に触れて激発する。また、照準途中で、引き金の手を緩めると、 常に上がるようにバネ仕掛けになっているため火挟みが上に戻る。これは命中精度に劣るが暴発の危険が少なく、ひなわをつけたまま持ち歩ける利点から狩猟に向いている。また、ヨーロッパの重兵隊は伝統的に隊列を組んだまま指揮官の命令で同じ方向に向けて一斉射撃して弾幕を張る戦法が一般的であったため命中率や タイムラグは特に問題とはされなかった。この瞬発式のひなわ銃は16世紀に南欧で生み出されたものの、バネによってひなわをひざらに叩きつける激発機構は、すぐに火打ち石を火打ち金に叩きつけて火花を飛ばすフリントロック式銃を生み出し、ごく短い間しか使われなかった。しかし、この短い間にポルトガル人によって東南アジアに伝えられた欧州式の 瞬発式ひな銃は現地で改良され、マラッカ式と呼ばれる様式の瞬発式ひな銃を生み出した。一説によると、東南アジアの森林地帯では樹木が邪魔になって弾幕戦の効果が低く、狙撃に適した瞬発式が好まれ需要されたとも言われている。日本にはこの東南アジアのマラッカ式ひな銃が伝来し、 日本人の古来の休日の射撃戦方法,法論にも無理なく適合できるこの形式の銃が普及したと考えられている。一般に日本にヒナー銃を伝えたのはポルトガル人とされており欧州の銃がそのまま持ち込まれたと思われがちであるが実はポルトガル本国から直接トライしたものは少ない。当時の日本で南蛮人と呼ばれたポルトガル人たちの多くはインドや 東南アジアに確保した植民都市などに定着し、現地人と通婚して世代を重ねた者たちが大半を占めた。そのため彼らが日本に伝えた銃がマラッカ式であることは特に不思議ではない。また史学的な研究の進展によって、日本への鉄砲伝来は東南アジア交易に従事した和光勢力によって短い間に西日本各地へ、 同時多発的に起こったとする説が有力視されてきている。その後別ルートでヨーロッパ本国製のものも日本に伝来した可能性はある。しかし戦国時代の日本にはヨーロッパのように密集体系を組んだ一手が弾幕で敵を阻止する戦術思想がなかった。日本の合戦では戦闘時上級武士の指揮下に少人数ずつの重手が組織化されて この戦闘単位ごとに訓行を競うといった運用形態をとっていたこともあり、個々の重視の命中率が重要視されたのである。そのため、日本には命中率の低い間発式ひ縄銃が定着する余地がなかったと考えられている。さらに平和な江戸期においては、武術として武士の教養と化した皇術と百姓の外獣駆除のため療銃として量産されたひ縄銃は、 より洗練された命中精度を優先した。こうした日本の重運用の事情により、ホイールロック式銃やフリントロック式銃も、瞬発式火縄銃と同系譜のバネによる撃発機構を持つものの、バネの力が強すぎて撃発時の振動が大きくなるため重心がぶれたり、火花が飛んでから火薬に点火するまでのタイムラグがあり、命中率が低くなるため、 すでに戦国時代には技術そのものは輸入されたものの定着せず、それが、ひなわ銃が幕末の動乱で一掃されるまで使われ続けた要因になったと考えられている。現代のマズルローダー競技のマッチロック種目では、欧米人の選手の多くが日本製のひなわ銃を使用しており、これを使いこなした文化を誇る日本人選手もメダルを獲得しやすくなっている。ありがとうございます。